それでは次に、浮体式洋上風力発電の質問を行います。昨年10月に遠藤議員と会派で日本で初の浮体式風力発電の実証実験と商用運転が行われている長崎県五島市の2メガワット浮体式風力発電を漁船から視察をし、メンテナンス事業者などを取材、また浮体式風力発電事情に詳しい長崎大小田陽一先生を訪ね取材をいたしました。先般の COP28 では2030年までに再エネを3倍に増やすということが国際的なミッションとなりました。再エネの普及は風力と太陽光が二強というのは世界の常識であります。しかしながら鶴岡市の事情で言えば、陸上の風力風車は今般天然記念物のマガンオオヒシクイなど数多くの渡り鳥が確認されたり、クマタカバードストライクを引き起こした野鳥への影響や風車騒音の睡眠影響などを考慮すれば、今計画が残っている 4.2 メガワット風車の矢引きも含め認められないと考えます。また洋上についても、湘南沖の遊佐酒田での離岸距離 2km に15メガワット巨大な風車が立ち並ぶ計画は、250名の不眠症を引き起こすと試算された風車騒音の問題や、国際的なガンカモ類の渡りルート上にあること、また漁業への深刻な影響が懸念され、海外実例から見ても非常識ということは事実であります。小田先生によれば、世界の実情は着床式の洋上風力発電が1991年に始まり30年歩んできた時代が、2025年から本格的に着床と浮体式の時代になる。浮体式は2009年商用機エクイノール社、これはノルウェーの企業ですが、これが初で14年、2030年以降は15メガワットが90基と、これ1ギガワット、このクラスのファームが世界でぐっと増える。日本の洋上風力は沿岸からの海域60キロ以内だけで今の日本の電力需要の2倍を超えるポテンシャルがあるが、その洋上風力発電が可能な海域の 98% 以上が浮体式用の海域だということであります。また浮体式洋上風力発電は着床型に比べイニシャルで2割3割高額ではありますけれども、沖合は風速があり発電効率がいい。風車の場合、風速が2倍になると発電量は8倍になります。また設備利用率として着床式はおおむね 30% なのに対し、浮体式は 50% という実績があります。また今後量産化されることによりコストの差は解消に向かうということ、また技術的には浮体式の船体部分は油田のプラントで60年の実績があり、もう基本技術は確立済みということでありました。そこで普及の阻害要因は何かということですが、国の制度に問題があるということであります。世界ではマリンスパーシャルプランニング、日本語で海洋空間利用計画といいますが、各国政府は領海と EEZ まで含んだ海域を何に利用するのかを国の責任で漁業、海運、防衛、生物保全海域で、ここは洋上風力可能海域とゾーニングを行っております。で、欧米はほとんどの国が行い、アジアでは台湾、韓国、ベトナムで国主導でゾーニングをしている。で、台湾は日本より15年先を進んでいるということが実態ということであります。で、日本ではこの現状の法体系ではおおむね5キロ以内の共同漁業圏以内のリーガルリスクの調整しかできない。で、また日本で現在行われている開発海域で事業者と漁業者と地元自治体が協議調整した後、国が認可するような、今ユザでやってますけど、こういうボトムアップの手法というのは諸外国には存在しない、まあ非常識といえるやり方だということでありました。昨年9月の海洋技術フォーラム、これ東大で行われておりますが、先生方は国は風況や水深などの情報提供と漁業、海運、防衛、外交に支障を及ぼす水域を除外した調整候補水域を示し、導入目標に関する全体像を示すことなど、国が主体となってゾーニングするということが提言されております。これ非常に重要なことでありまして、ぜひ今後の鶴岡沖、庄内沖の浮体式 風力発電の普及に向けて、我が鶴岡市からもこのことを国に要望いただきたい
と思います。これ見解をお伺いしたいと思います。はい、そしてまた小田先生がいらっしゃる長崎大学海洋未来イノベーション機構というのがあるんですけれども、これ海洋エネルギーの開発と利用、次世代、あれ、はい、開発と利用、また次世代型水産技術開発などの海洋分野の人材育成の機関として設置されております。またこれ2022年には産学のコンソーシアムによる洋上風力発電大学教育カリキュラム等整備事業として長崎大がリードし、秋田大学、また秋田県立大学、千葉大学と連携し、で九州大学、JERA ほか5つのエネルギー会社とともに産学のコンソーシアムを形成し、人材育成が行われております。そこで提案なんですが、今後この浮体式洋上風力発電という地域の新たな産業人材の育成のあり方として、東北広域文化大学や大学院で秋田県や千葉県のように長崎大との連携の講座、またコンソーシアムの提案を県また大学に向けて行っていただきたいと思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。市民部長。ただいま浮体式洋上風力発電に関して2点ご質問をいただきましたので、はじめに海洋空間計画とゾーニングについてお答えさせていただきたいと思います。浮体式洋上風力発電事業についてはご案内の通り、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備にかかる海里の利用の促進に関する法律、ちょっと長いですけれども、再生可能エネルギー海域利用法に基づき国が主導して進めております。現在国は領海内において北海道石狩市浜松沖、北海道岩宇南利尻市一区沖、秋田県南部沖、愛知県田原市豊橋沖、以上4つの海域を候補に事業者の公募を始めております。このうち2つの海域で実証実験を始める方針を示しておるところでございます。また洋上風力発電の可能性を広げるため、国においては排他的経済水域への拡大も検討されているところと承知しております。議員からはただいま鶴岡沖庄内沖での浮体式洋上風力発電等の普及に向け国へ要望してほしい旨のご提言ございました。まずは国のそうした動向を注視し、関連する情報収集から始めてまいりたいというふうに存じます。次に長崎大や長崎海洋アカデミーとの連携及び公益文化大大学院の連携とコンソーシアム設立にかかる大学や県への提案についてお答えさせていただきます。議員紹介の長崎大では秋田大学なども参画しながら洋上風力の導入促進に資する人材を輩出するため、大学生大学院生を対象に洋上風力の事業開発に携わる高度な専門知識と現場実践力を備えた人材育成のための仕組みやカリキュラムを産学が連携して行っております。またアジアで唯一の洋上風力の総合的な社会人育成機構長崎海洋アカデミーと連携して学生向けの講座開発や発電事業者が有するウィンドファーム現場と連携した学生教育、こうしたことの人材育成に取り組まれております。東北広域文化大学におきましても人材育成、広域学の確立、そして地域競争ということを使命とし、国際社会や経済環境エネルギーの動向や課題を捉えながら産学官民連携による多様な分野にわたっての教育がなされておりまして、地域に貢献できる人材育成に取り組まれているものと存じております。
議員からは、東北公益文化大学の人材育成の在り方として、長崎大や海洋アカデミーとの連携や、コンソーシアムの形成についてご提言をいただきましたので、今後の大学との意見交換の場などで話題にしてまいりたいと存じます。ありがとうございました。